このさ、マリオ3の BGM あるじゃん。なんか聞き覚えあるけど、で、みんながめっちゃわかるみたいな言ってるけど、いや、わかんないな。普通に通ってないんだろうな、とか思ってたのよ。あ、また無意味なキノコ、私は。でも昨日気になって調べたんだよ。昨日つうか今日か。今日気になって調べたんだけどさ、あの、全部を理解して、そして全てを思い出して、あの、一周回って落ち込んだ。あ、これかーになってさ、もうすべてが懐かしすぎて、組曲もそうだし、ヒャダインさんのもそうだし、あとその後のキシメーまで思い出して、一周回って嫌な気持ちになりました。懐かしすぎでしょと思って、もう記憶の片隅も片隅に、あ、やばい。キシメンの話してる場合じゃなかった。いやもう、懐かしすぎるでしょと思って。なんかもう、何マジの話をすると、え、なんで、え、なんでマジの話をすると、そこで、うわー懐かしいよね、キャッキャみたいな、体力もなくて、もうただ、あの時の、その、ニコニコ組曲とかをキャッキャしながら、あと、そういう空耳系の曲一通りをキャッキャしながら、歌ってた頃を思い出して若干凹んだ。そっちの方になりました。懐かしいよな、ギャー、うわ、ふるーとかじゃなくて。いや、ちょっとあの、替え歌系私弱いんだよね。替え歌系、キャッキャしながら聴いてた側だから、全然まだ黒歴史なんだよね。全然まだ刺さっちゃうんだよね、あれ。この話やめない?え、そう。あのね、まだ共感性羞恥乗り越えられてなかった。共感性羞恥で合ってるのかな?って言うとまたちょっと違うけど、あの時の自分をまだ恥じらう気持ちがまだ残っちゃってた。まだ、こう、いや、あったよねってこう、おふざけで歌ったりしてさ、ギャハ、懐かしいね。に、ちょっとまだ、慣れてなくって青春だよ、笑いよ。私、ちょっとやっぱオックセンマンとかもそうだし、オックセンマンとかの、そこで、わあ、感動した。やっぱり、ニコニコって、こうだよな。みんなオタクたちが集まってさ、みたいな。オタクたちがオタクたちをこうみんなで俺たち最高だよな。こうやってインターネットの中では最高でさ、みたいなのをこう懐かしんでるのも含めて思い出して、ううってなった。からちょっと若干この BGM ちょっとまだ刺さるんだよねという話を、私が若干ガキの頃の傷をちょっと開いてる間に20溜まったのでやっていこうと思います。ちょっとまだ笑いに変えられなくて辛いところはある。もうちょっとしたら私笑えるのかな、あの頃。メンタル回復しましたか?あれ?おかしいな、メンタル回復しに行ったんだけど。逆に、リアルの方の残機が減ってるかもしれない。いや、でもいつかエアーマン倒したいよ。エアーマンが倒せない曲の意味を分かりたいよ、早く。あれ、コメントだけ見て知った気になってるから、私。ちょっと、だから、ていうとゲーム系の、ミームとか全部それだからさ、早く知りたいんだよな。てか、レトロゲーム部はそれを知るために立ち上げてるんでね。というわけで、いきます!いくぞ!